シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。ヨークの件はガチャについて話していくってやつだぜ。というわけで今回は毎年この時期に開催されるガチャについて話していくぜ。7月10日土曜日、11日日曜日にオンライン開催が決まった XRAGPARK2021、まあ、みんなすげえ楽しみだよなこのフラパ。だけど毎回この時期やっぱり誘惑が結構やってくるんだよな。まあ、その中で毎年確実にやってくる。そして突然毎年フラパ前のこの時期に突然発表されて多くの人を悩ませるガチャが存在してんだよなこれ。まあほらそろそろ来るんじゃないかと思ってる人結構いると思うわ。これだよな、オールスター感謝ガチャで、これ聞くと年末のオールスター感謝ガチャを想像するけど、今回扱うのは年末を除いたオールスター感謝ガチャになっているぜ。で、このオールスター感謝ガチャマジで意味がわからない、まあ、というのがなぜかニュースで発表されず公式サイトなどで突然発表。そうなんだよな、もうニュースで扱わず突然発表されて、さらにニュースでも扱わない年があったりとか、なんかよくわからない扱いを受けているガチャになってんだよなこれが。で、このガチャ毎年何かしらの理由をつけて開催されている。まあ、この画像を見てもらったらわかる通り、ここでは何々記念となっている。まあ、基本的に記念で開催されてんだけど、いや、なんかその記念の内容も毎年若干こじつけ感があったり、まあ、毎年決まった時期にこのガチャが開催されていることを踏まえると、まあ元々オールスター感謝ガチャはやる予定で、そのための理由を逆に探しているという風な雰囲気漂うガチャになっているぜ。まあということで、まあ、過去のオールスター感謝ガチャどんな時期に開催されたのか、どんな理由で開催されたのか、それを今から見ていこうじゃねえか。そんじゃあ行くぜ。こんな感じになっていって、過去のオールスター感謝ガチャ年末を除く、このガチャ突然発表される割には、まあ、しっかりと規則性に従って開催されてんだよな。まあ一つ目が6月と11月に必ず開催されている。ね、発表が6月後半で、開催日も結構似ている。6月の方は3日間開催して、それぞれ10連引くことができる。11月は数日間開催されて、その中で1回しか引くことができないと。まあ、10連ね。10連を1回しか引くことができないというふうになっているぜ。それでは2017年、確認していきますか。発表が6月20日。開催が21、22、23日。モンスト&モンストアニメ。公式チャンネル2億回再生ダブル達成記念。あ、これはまあ、なかなか、なかなかいいんじゃないかな、この開催理由は。で、2018年、発表が6月19日、開催21、22、23日、その前の年と全く一緒。で、開催理由が、X フラッグストア心斎橋オープン&オンラインストア1周年記念。まあ、ここで多分みんな、あれ？それで開催か。まあまあ、全然まあ、なんか、若干なんか、まあでも開催するか、みたいなのになったな、これ、この時みんな。これが、公式サイト見ても、このオールスター感謝ガチャ、なんか全力で宣伝してないんだな、これ。仲介より下ら辺にこそっと置いてあるみたいな。だから結構謎なんだよ、これが。2019年、発表6月18日、開催20、21、22日、開催理由が、闘魂注入月間、燃えるモンストの日。いや、どういうこと？このパワー！開催理由が、これ、開催理由なかったんだろうな、これ。これ何かというと、アントニオ猪木さんコラボをやっていて、その時に開催されてんだよな、これが。で、感謝ガチャだから、その理由、こういう理由で感謝のガチャですよってなのに、今回これ燃えるモンストの日って言って、誰に感謝してんの、これ。誰に感謝してんの、俺たちじゃなくて、コラボしてくれた猪木さんにコラボを感謝してんのかな、これは。なんかすげえ、難しいな、ここは。この11月、この2019年の11月には、なんと、初めてオールスター感謝ガチャが11月に開催されたと。で、発表が11月26日、これも後半。開催が27日から12月2日となっていて。
で、このガチャ時期的にはハンターハンターコラボの後半に行われていて、まあ、多くの人が結局このガチャよりハンターハンターの方引いた方がいいよねという結論に至ったと思うんだけど、それ本当に正解で、ご存知の通りこのハンターハンターコラボガチャは結果的にモンストの歴史に名を刻むレベルのトップレベルのコラボガチャになったんだよな。まあ、登場時からめちゃくちゃ強いし、もう月日が経っても色褪せない。まあ、最近で言うとほら、五条先生が登場した時にクラピカがめちゃくちゃ比較されたじゃねえか。いや、そのクラピカが出たのこの2019年の11月。いや、2年前、どんだけ最先端のキャラと戦ってんの。いや、すごいよな、マジで。まあ、そういう風な、ハンターハンターコラボガチャの時に開催されたのが、この、まあ、2019年11月のオールスター感謝ガチャ。これの開催理由見てみると、アニメ最終章公開、4億回再生突破記念。まあ、いいのか。アニメ最終章公開で、できんとも、まあ、でも下がすごいもんな。全然大丈夫だわ。で、次、2020年。これ去年よ、去年。去年で、発表が6月24日。ちょっと遅めだな、これは。6月の中では。開催が26、27、28。これ確か、さっきニュース確認したら、ニュースで発表されてなかったな、これ。本当に公式サイトだけ。触れもしなかった。これ、オールスター感謝ガチャ開催理由が、オンライン試写会大盛況記念。本来、おそらく、映画公開記念だったんだろうな、これ。映画公開記念。いや、映画公開できなかった試写会になったけど、まあ、それは良かったねと、それで十分良かったわって、結果的に良かったよっていう、まあ、記念になってんだもん、これ。まあまあ、それはいいよ。それはいいでしょ。それは全然いいよ。2020年の11月もなんと、オールスター感謝ガチャ開催されて、発表が11月26日。え？その前として全く一緒じゃない？これ。開催も27日、12月2日って、もう完璧一緒。一緒じゃねえか、これ。すげえな。で、ラプラスって、ほら、もう、ルシがもう、先頭だったのに、もう、ラプラス、マルタ。待って。他のやつって、マジ限定全力でぶち込んでんのに、ここら辺でなんか、マルタまでもう、運営、ちょっとルシに謝れってレベルでもう、なんか入れてきてんな、これ。全力で引かせようという、このスタイル。まあ、といった感じで、悪くはないけど、まあ、ところどころ、うんってなるような開催理由があったりする、まあ、ガチャになっていると。まあ、というわけで、結構規則的に開催されていて、まあ、悪くはないんだけど、若干、うんって思ってしまうような開催理由もあるようなガチャになっているぜ。次、これが重要で、このガチャの、詳細と、まあ、注意点を解説していくぜ。まあ、ほんと注意点ね、これは。このガチャ、オールスター感謝ガチャとめちゃくちゃ感謝している割には、応募をしっかりと要求してくる。6月に関して言うと、3回引けて1回が、まあ、応募50個だから、まあ、150個失ってしまうと、この時期によ。で、次、これもすごく重要で、本当に勘違いする人が多い。これはよく聞いといて、星6キャラ1体確定だが、限定確定ではないんだ、これが。で、なぜそういう勘違いが生まれるかというと、年末に行われているオールスター感謝ガチャは、まあ、それぞれに違うけど、何十連かすると、限定が確定で出るんだよな。だからこっちの方は出ない。本当に。これは、重要。で、さらに重要なのが、本当にこれ重要で、期間限定、コラボは出ない。まあ、どういうことと言うと、まあ、コラボが出ないのは分かるよ。急に引いてリヴァイ出たらもうみんな大喜びするけど、まあ、それは出ないんだよ。期間限定の方も出ない。期間限定というのは、まあ、夏ガチャとか、まあ、基本的に言うとアルファシリーズ、そういう系が出ないのよ。まあ、右見てもらうと、これ、モーツァルトアルファ、チラシ配ってるけど、このモーツァルトアルファが出ないのよ。多分みんな一番ぐらい欲しい、このモーツァルちゃんは、まあ、出ない。そう考えていくと、たまに開催される豪華ガチャ。まあ、今やってるデイリー積み立てガチャとか、まあ、去年で言うとプレイバックガチャとか、まあ、ああいう風に、記念に開催される豪華ガチャと比べてみると、あれ？案外、旨味が少ない。星6キャラ1体確定なだけじゃない？なんか豪華なバナーでめちゃくちゃ感謝と言ってる割には、あれ？星6一体確定なだけこれ。
あと限定チャンスある、でもほぼ出ないよな。でも期間限定も出ないと。でさらによ、さらに1年の中でもめちゃくちゃ重要なフラッパの前、フラッパの前なんだよな、これが。そこもすごく重要で、実際に去年も俺この動画作ってこのガチャをどうするべきかっていう解説をしてるんだけど、まあ、実際に去年どうなったのか、それを解説していくぜ。去年のこの時期は X フラッグパークではなくてモンストフリークが開催されていたぜ。でここにはオールスター感謝ガチャ発表後にあった大きいガチャを並べているぜ。でまずこれ映画ルシファー、性能とイラスト両方とも良くて、最近ノアパンが活躍してるよな。いや本当にいいガチャ。あとの残りのガチャはモンストフリーク関連のガチャになっているぜ。大イベント恒例で行われるアーティストガチャ、まあ、この時は新限定の幕末リダレクションが選ばれてるデビューガチャなんだけども、まあ、ここすごいのが当時覇権を握っていたトゥーフォール超砲撃めちゃくちゃ強いという、まあ、時代というか流れを生み出した一人であるこのトゥーフォールがピックアップされているという、まあ、それだけでもすごく価値があって、トゥーフォール持ってる人でもこのフラパ用のこのエチガイのトゥーフォールになっているから、まあ、引きたいというふうになったよな。これは本当にやばかった。で次、あの壊れのキリトを生み出した SAO コラボ第2弾、まあ、最近超バランスの情報修正によって、まあ、キリトさらに強くなったけど、まあ、そのキリトを生み出したガチャがここで開催されていたと。いや本当にやばいなこれは。まあということで、まあ、この去年のこのオールスター感謝ガチャの後の怒涛の優秀な魅力的なガチャラッシュから分かる通りに、まあ我慢した方がいいんだよな。まあ旨味も少ないし、だけどあの余裕がある人は、余裕がある人は引いた方がいいよな全然。まあこの後開催されるガチャも十分引けるよって人は、あの逆に引いた方がいいと思うぜ。でこのオールスター感謝ガチャ、ここ数年はやっぱりなるべく我慢した方がいいよという意見が、まあ、主流になってきてると、まあ、それは運営も理解してるはずだから、今年何かしらのことを、まあ、新しいことをやってくる可能性も十分あるよな、まあ、というのがこれ見て、まあ、最近の超バランスと超パワー型の情報修正から、まあ、運営の戦略として大晦日のように超戦型解放を取り入れて誘惑してくるんじゃないかなと。まあ、大晦日ってあの確定枠が超戦型解放済みだから、まあ、今回それをしてきて誘惑してくる可能性は十分あると。まあ、だけど、それがあってもまだ我慢した方がいいよというレベルだよな。まあ、今年どういうことをやってくるのか、全くやらずに普通にあの開催するのか、まあ、わからんけども、まあ今年どうなるのか、まあいつも通りやってくるのか、ちょっと変えてくるのかわからんけども、おそらく来週公式サイトとかで突然発表があるかもしれない。まあもしかするとちょっと変えてくるから、まあ情報が出次第、引くか引かないべきか動画を作るから参考にしてくれたら嬉しいぜ。まあ、もしかするともう開催すらないかもしれないからな。OK! そんじゃ次の回やろうぜ。あばよ。